自身3度目のファイナルに向けて。あ、ドラドラ。ああ、イーシャンテンだ。すごい。イーシャンテン。本店じゃないですか、もう。塩酸素に取りづらいけどね。はい。本店。取らなくていいぐらいですよね。取らなくていいぐらい余裕があるから、ね、まだ順目の。久渡からチューンがいあ、2回で動いた、先に。もうこれ以上見てられないと。そうですね。そんなにこれを泣くね、二階堂秋は見たことないですけどね。これペン酸素ここで払うか。パーピンじゃないですか、まだ、うん、まだパーピンか、うん、そしてチュン出ていいソリアンソですね。うん、緊急事態です。秋がついに重い腰を上げる。ドラクイとドラじゃないか、ダブトンか。これでもね、初が仮に泣けたとして、まっすぐ上がりに行くのか、それとも高くするのかっていう問題もありますよね、二階堂は。そうです ね、これはイーソリアンソーでね、ありそうですけどね、問題ないと思いますよ。え、二階堂がこの持ち手の二階堂が仕掛けて自分ドラドラ持っててどういうことっていうのあるんじゃないですか。ただ親もう一回残ってますよね。あ、砂漠だけの可能性もあると。 うおー、なんでこれは分からん。久渡の第一打イースを見ただけで酸素の方がいいと思ったのか。だって秋は白ポンしてパーピンですよね。ピンズがね、安くなりそうなんですけどね。カンは第三元。ああ、これ高くしに行った。カンをいつするかですよね。うわ、なんですごいね、このカン。何これ、すごい。これちょっと、なんでです。っていうか酸素のチー点取ってないんだ、そもそも。それは取らないですね。取らないですね。はい。いや、でも取ってもいいぐらいですよね、好きなく構えるんだ、あれ。なんでカンウーピン払えたの、すごくないですかこれは。うん、ま、だってペンちゃんとカンちゃんはまずシンプルにカンちゃんの方がいいわけだし、そうそうそう、まあ、いや、これ上がったらもう本当に決め手になりますよ。カンできない、カンできなかった。三山、三山、うわ、内からダメだ。チューンしかない、チューンしか手にない。あー、危ない、持ち持ちだった。重なったら危ない、危ないね、重なったら危ない。入り目やめだ、佐々木危ないぞ。トイトドシありますかね。あるあるある、危ない、これは危ない。これ2着目からの佐々木からの1万2000はもう強烈すぎる。あー、危ない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 、ないもんね、安全牌。シャア終わるのか、まだ。積もった乗せるか。4200オール。さあ、6000オール、2000オール、4000オール。多い、この親で1万2000オール、3万6000点加点ですよ。すごいね。とんでもない。なんだかな、なんであのペン酸素を捕まえられるんだろうという。とんでもない。なんであのペン酸素を本当に捕まえれたんだ。